でまず1つ目なんですけど、もう簡単に書くっちゅったらもう円柱で捉えてくださいっていうのがじゃ楽かなと感じます。ここにね具体例載っておりますが、どういった円柱なのかと言いましたら、はい、こんな形ですね。こうですね。で円柱の形なんですけど、こういうふうに気持ちですね傾斜がついてるんですね。後ろ向きの場合とかもこういうふうな傾斜がついております。こんな感じ。まあ横向きで書くと分かりやすいかなと思いますが、横向きのまとめでお伝えした内容につながるんですけど、首ってこういうふうにまっすぐについてるわけじゃないんですね。こうなるとストレートネックになっちゃって、まあ、病院行かなきゃいけないからこれ良くないんですよね。ちょっとこっち向きにまあこれぐらいの角度がついてるようなイメージです。まあ輪切りにした場合の、まあ、こうやって水色で囲った部分ですよね。ここを、まあ、円柱として捉えていただくというイメージです。ですのでこんな感じで傾斜ついてますよね。そして2つ目のポイントなんですけど、この円柱で捉えた首っていうのは結構ぐねぐねぐねるんですね。まあこの横から見た首見たら分かりやすいですよね。ここ背骨入ってるじゃないですか。こういうふうにまあよく分かんないですけど、まあ、ここになんか第7頚椎っていう骨がこうポコッと盛り上がってるところがあるんですよね。でこの骨っていうのは、まあ、背骨自体はここにね軟骨があってここをですよ境目にしてですよくねくね曲がるわけですわ。十字みたいに一つ一つの丸ですよね。この一つ一つの丸がさこうやってさこうやって曲がってもおかしくないっていうのが分かります。だから赤色の背骨もあるしさ、こうやって水色みたいにこういうふうにガガッと曲がる時もあるよっていう、そういう話ですよ。伝われ。で最後なんですけど、首っていうのは頭と肩をつなげる部位ですせと。これ一番難しいところだと思うんですよね。つなげるってどげんつなげればよかろうもんっていう話なんですけど、一番でも伝えたように首っていうのは円柱なので、ここですよね、底面があるわけなんですよ。ということはですよ、この底面の延長の面にこうやって肩っていうのがあるわけじゃないですか。なので肩の面があるはずなんですね。ですけどこっちで見るとこれ肩の面がないので、ここら辺まではなんとなく立体的なんだけども、こっから下は一気に平面的になっちゃってるんで、つながりがよく分かんなくなってるっていう事例が多いです。ですのでこっちの不明瞭な人に面を作るとしたら、首っていうのがこうやってまず円柱がありますよね。こういう風な円柱をまず作るんですね。こうやって、そしたらまずこっちのここから肩が入って出てくるんですよね。でこっから肩があれだって出てきますよね。そしたらこっちですよ、ポイントはここ水色のライン、ここからまたあれだってこうやって前面の辺があって出てくるわけですよ。そしたら結果的にここが円柱の延長線上の肩の面っていうのが現れるわけなんですよね。こういうラインになる。こちらもこういうラインになるんですよ。ここの水色の面をイマジンしていただいて、肩の外側のアウトラインをあらさららいって書いていただくと。元のイラストのこれ何が惜しいのかって言ったら、この延長線上のラインからここまでは引っ張っていけてるんですけど、このアウトラインですよね、ここなんですけど、ここそのままこう盛り上がりをせずに、ここの厚み分がないのでここの面も生まれないと。あとここもないわけですから、薄っぺらくなっちゃうよっていうことですね。でこういった肩の、まあ、上の面、まあ、いわゆる上面ですよねが必ずあると。ですからこっちも同じですよね。これ円柱で考えるとこういう円柱でイメージできますよね。で考えた時にここから「あらららさららい」って出てくるわけですよね。ってなってきたらもうポイントはアウトラインですかね。ここが肩の上面の前部分になってくるわけですから、こういうアウトラインになってくると厚みが出てくるという感じですね。まあ、なのでここですよね。ここの上の部分を首を円柱で捉えたら必然的に爆誕するので、だから結果的に円柱で捉えてください。これ人間の体って正面から見た時どうしても平面的に見えがちなんですけど、例えばですよ、上から見上げたアングルだったら、まあ、頭なんで A だとしましょうか。 A の下にこうやって隠れているわけですよね。こうやって隠れてこういうふうに円柱が見えるわけですよね。でこの胴体ですね、まあもう B にしましょうか。 AKB だからさ、なんかいい感じだよね。じゃあこの B っていうのは胴体ですよね。で胴体はこれ立方体で考えるといいんですけど、この円柱の底面に沿って肩の上面が現れるわけなんで、こんな感じになってくるんですよね。ここの上面は頭に隠れて見えないと、ここですよね。なんで上から見たら、まあ、首の円柱だけに限らず、もう A と B ですよね。これも全部簡単な形に置き換えて、こうジョイントしていくとやりやすいと思います。美しい壁を描くときに必要になってくる主要の筋肉とボーンですよね。それを3つお伝えしていきます。その3つというのはこちらですよね。1つずつ説明していきます。まず1つ目ですね。強鎖乳突筋になってきます。もうここをね、揉みほぐしたらもう小顔になるよっていう風な、そういうところなんで、ぜひぜひ皆さんね、押さえていただければなと。そして、まずこの強鎖乳突筋っていうのが、どこから生えてきて、どこにピタッくっつくのかということなんですが、耳の後ろから、ここの鎖骨にくっついております。まあ、詳しい形状とかは、また別の講座でお伝えできればと思うんですけども、まあ、ざっくり言うと、チューインガム的なものが、こういう風に、ちょっとこんな感じでカーブしながらピタッとくっついてるようなイメージです。なので、こっち向きにこうやってくるっと首を回転させた場合って、もちろんこちら側、裏側にも強鎖乳突筋っていうのはあるんですよね。耳の裏側から出ていて、こういう風に、なんて言うんでしょう。ねじれて、耳の後ろから鎖骨までビタチンとくっついていくような感じです。この強鎖乳突筋って簡易的にこの1本のラインで書いてますけども、こう股状に分かれているんですね。こっちに、こう、リトル強鎖乳突筋も生えてきているんですよ。こうやって、こんにちはって。なので、付着してる部分は、まあ詳しく言うと2点なんですけど、そこまで覚えると、もうね、てんてこまいになるじゃない？だからもうこれだけでトリマ覚えていただいて、余裕がある方はこうくっついてるんだって覚えていただけたら OK です。あともう一つが、これ結構大事なんですけど、僧帽筋っていう筋肉ですね。まあ、この僧帽筋の下に、なんやかんやいろいろ細かい筋肉があるんですけど、主に見える首の筋肉って僧帽筋なんで、これ押さえておけば OK です。で、僧帽筋って、どういう風にくっついてこられるのかって言ったら、ここの強鎖乳突筋から、後ろを回り込んで、こっちの強鎖乳突筋までくっついているという感じですね。なんで強鎖乳突筋をこう取り囲むようにくっついてるものです。こういう風に、僧帽筋って、だいたいここら辺まで僧帽筋ってあるんですよね。頭蓋骨ってこういう風にこうなってるじゃないですか。皆さんもここの後頭部触っていただいたらわかると思うんですけど、こうカーブして、ここから急にこうガコンと谷になってるところありますでしょ。おそらくここの谷になっている部分っていうのが、まあ、僧帽筋のスタート地点だと思っていただけたら OK です。そして最後ですね、これ鎖骨になります。この鎖骨っていうのは骨ですよね。骨になります。鎖骨ですよね。この鎖骨の骨と、先ほどお伝えしたこっちの強鎖乳突筋っていうのが、ここ真ん中でベタッとくっつくんですよ。ここのくっついてる場所っていうのは、絶対に動かないので、結構ですよ、ここの強鎖乳突筋のライン書く方多いんですけど、ここにゴールするんですね。強鎖乳突筋の線というのは。なので、このラインが正しいんですけど、これなんとなく強鎖乳突筋書いてて、こんな感じで、こう、なんて言うんでしょうか。こっちの、ここに繋がってないような線を書いちゃうと、ちょっとおかしくなっちゃうんですよね。なので、必ず、耳の後ろから、必ずここに、絶対にくっつくんだと、そういう強い意志を持って書かれるとよろしいと思います。まあ、ただ筋肉を忘れていたとしても、理屈云々、人体解剖学云々抜きにして、シルエットでとりあえず覚えていただくっていうのも、ありよりのありありのありよりのありです。シルエットの三角形っていうのはどこなのかって言ったら、まずは、この強鎖乳突筋で取り囲まれた、内側の、このピンク色の三角形ですよね。で、もう一つは、ここですよね。この僧帽筋の外側のラインと、あとはこっちの鎖骨のラインで取り囲まれた三角形2つですね。この形で押さえていただけたら OK かなと。まあもちろん詳細を書くときに関しては、ここのラインですよね。ここの僧帽筋の外側のライン。これが省かれているので、まあ、これで書いていただいた後に、これ付け足して書いていただくのもありかと思います。首の筋肉のひねり方を学んでいきましょうと。まずは首の構造を見ていきましょう。少しですね、こっち向きに顔をひねった場合、じゃあここの首っていうのはどうなっていくのかっていうことなんですけど、まず大事になってくるのが強鎖の乳突筋さんなんですけども、ここですよね、耳の裏側から生えておられるので、ここからですね、こっち向きにカーブしていって、これ見えてないんですけど、こっちの鎖骨の中央部分にペチャリンとくっついているわけなんですよ。なので鎖骨っていうのはこういうカーブが描かれていくんですね。そしてもう一つ大事になってくるのが僧帽筋のラインですよね。赤で書きますが、まあ、およそ肩のトップからこんな形でくっついているんですよね。こういうふうに赤色で塗ったところになります。こんな形になってくるんですよ。そうなってくると僧帽筋のラインっていうのはこういうカーブを描いていくんですね。ちなみにこのオレンジ色っていうのは腕をねちょんぱして輪切りにしている図ですね。なのでここから腕が生えているようなイメージです。まあいろんな腕を描いちゃってっていう感じですよ。強鎖乳突筋が見えているラインと隠れているラインがあります。そして僧帽筋はカーブを描くようになってくるということですね。あともう一つポイントになってくるのがですね、これ人間の構造上だと思うんですけど、こっち側にですね顔を振り向かせた時って肩がですねこれこっち上がるんですよね。そしてこの状態からさらにこっちの振り返り美人完成形になってくるとどげになってくるのかって言ったら、やっぱりポイントになってくるのが強鎖乳突筋のラインですよね。ここの一番下の部分からニョキリンと生えておりまして、耳の後ろ側にくっついてるんでこの辺りにくっついているわけなんですね。イメージとしてはチューインガム状なのでこういう風にくっついてると。なので首ってこういう風にひねられているじゃないですか。ということはこの強鎖乳突筋っていうのはこっちの手前側ははっきり見えるんですけど、向こう側の強鎖乳突筋黒で書きますが、おそらくここら辺に向こう側の耳ありますよね。ここからこういう風にこう伸びてるわけなんですよね。なのでこれ正確に言ったら強鎖乳突筋のこのラインっていうのが首の一番アウトラインになるので、まあ、気持ち細めにね書いていただくとより自然な振り向きの首になってくると思うんですけど、細めに書きたかったからこの分をねこういうふうに省きました。そこは許して。この状態の時の前から見た振り返り美人なんですけども、はいもう分かりますよね。強鎖乳突筋がはっきりと見えていますと。そんでもって次なんですけど、こちらからですよ。今度は後ろに振り返っていきますので、どこがよく見えているのかって言ったらアップにしますね。強鎖乳突筋、ここがどちゃしこに見えてくるわけなんですね。こうやって見えていきます。そしてこっちに頭をですよ向かせるということは、こっちの体も自然とこちら向きにひねらないと、やっぱり人間の体の構造上しんどいじゃないですか。ということはここですよね。今紫色で塗っている左半面ですかねっていうのは、まあ、よく見えるわけなんですね。で逆に奥側の半面こっちですよね。こちら側は、まあ、見えにくくなるわけじゃないですか。ということはですよ、ちゅうことはですよ、ここの鎖骨のラインっていうのもこちら側は短く見えるわけなんですよね。で逆にこちら側長く見えるわけなんですね。さらにということはここの中央部分っていうのはこっち側に移動するわけなんですよ。ということはこっちに移動するよねと。なのでここの強鎖乳突筋のラインっていうのもこちら側に向かうように引っ張っていただくといい感じになるぜ。はい、そして完成形の振り返り美人の場合、後ろから見ていたらどうなるのかっていうことなんですけど、アップにしていきましょう。これ一番大事になってくるのがこの僧帽筋ですよね。ここががっつり見えていきます。まあラインで表すと包み込むようにカーブしてるわけなんですね。こうなってます。そして僧帽筋と強鎖乳突筋と鎖骨の場所が分かっていったら、あとはそこに顔を付け足していくっていう考え方もできるわけなんですね。ここが強鎖乳突筋の付着地点であったのであれば、ここから下っていうのはここですよね。顎下に位置するわけなんですよ。なのでこれ顔を、まあ、上に上げてるか下に上げてるかによって変わってくるんですけど、基本的にこういった角度で人間の顔を捉えた場合、ここの顎下っていうのを書いていただくと奥行きが出やすくなるので、書くことをですねおすすめいたします。首と肩、これのつながり方ですよね。簡単に書き順をお伝えしていきます。これ人間のここの肩を描くときってこういう地続きの線になったらベストなんですけど、ここの肩の線っていうのが、地続きになっていなかったらちょっとやっぱり違和感が出ちゃうので注意が必要ですね。ここの手前のラインとここですよね。ここがこういうふうにつながってなかったら違和感が出ちゃうので、僧帽筋はつながっていると。そして今回はこの首と肩をじゃあどうつなげていくんだっていうことなんで、肩ですよね。主要筋肉何になるのかって言ったらこれだぜってやる三角筋になってきます。腕にはまってる肩パッドをイメージしていただけたら一番分かりやすいかなと思います。腕がですよ、こういうふうに円柱で考えた場合こうあるとするじゃないですかね。そしたらここの円柱の上にこういうふうにどんがらがっしゃーんってどんがらがっしゃーんってこうやって覆いかぶさってるんですよ。某ベジータの肩パッドみたいなもんですよね。某ベジータの戦闘服ってこんな感じじゃないですか。これのミニチュア版って思っていただけたら OK です。こっち側の三角筋見たらイメージしやすいかもしれないです。ここのですよ、薄く塗ってるオレンジ色のところありますでしょ。これが肩パッドの裏側っていうイメージですよね。なのであえてこの人に腕を描くとしたら、向こう側の腕っていうのはこういうふうに肩パッドである三角筋の後ろ側からこうニョキリンと生えてるような感じですね。そしてこの三角筋なんですけど、ここの首周りの3つの筋肉とどうつながってるのかって言ったら頂点ですよね。鎖骨の頂点と三角筋っていうのはここでつながってるんですね。ここでつながってるんですよ。三角筋と鎖骨はここで接点してるということです。とりあえずここの三角筋の付着部分をしっかり覚えておけば肩周りっていうのが描くのが断然に楽になってきますので、ぜひ覚えてね。ちなみになんですけど、三角筋も具体的に描くとこうではなくてこんな感じにつながってるイメージです。これのここがくっついてるというイメージですね。でもね、最初のうちにねこれを考えてずっとこの辺りで描こうとするとね、もう正面ちびるぐらい難しいからさ、こっちで説明してるっていうことです。余裕がある方は正面ちびらないぞっていう自信がある方はですね、是非こっちの方で描いちゃってこっちの方でイメージしちゃってっていう感じです。もうおのおの自由にしてください。なのでここのポイントを踏まえてどんな風に描いていけばいいのか簡単に説明していきます。はい、ということでこのどちゃくそ簡単な肩周りの書き順、これおさらいでちょっとサクッと最後書いていきましょうか。まず頭がありますは、まず一番最初ですね、強さに言うと強に書くので V の字を書く。で V の字を書いたら鎖骨を書いていきます。鎖骨というのはここの強さに言うと強の真ん中から入ってくるのでこんな形で書くと。で3番目ですね、僧帽筋を書いていきます。今度はこの鎖骨のこのラインと逆のラインで強さに言うと強に向かって書いていきます。ほらもうね、なんかどうなんか塊っぽくない？で4番目ですね、三角筋を描くと。ここの三角筋っていうのはここの鎖骨の頂点から生えてくるので、ここに半円描くようにこうやって描いていくと。半円を描いていきます。ぶっちゃけこの半円の三角筋ですよね、描かなくてもいいです。もう元も子もないんですけど、これすっ飛ばしてそのまま胴体描いちゃっても OK です。っていうのもここの頂点ですよね。ここからこういうふうに大胸筋がニョキリンとね、こういうふうに生えるイメージで描いていただいたらいいんですよ。でここの頂点から腕っていうのはニョキリンと生えてくるイメージですね。こうやってあれあれって。で腕は内側から生えるようなイメージですので、大胸筋のこの内側ですね、こういうふうに地続きになってるけど、ここら辺から生やすような感じで描いていただくと肩周りっていうのは描きやすいかなと思います。じゃあ三角筋どこ行ったんだいっていう話になってくるんですけど、この腕にですねこうやって付随してるんですよね。三角筋っていうのはこんな感じ、肩パッド付随してるのでね。ですので腕を描いたらおのずとこの三角筋っていうのも欠けてることになっちゃうんですよね。ここの肩周り首周りは非常に複雑で難しいので、また何回か講座にしてアップしようかなと思います。こんな感じでですね、イラスト講座でよくある悩みを動画にまとめてアップしてますので、興味がある方はチャンネル登録をお願いします。あとイラスト講座の体験講座ですよね、 LINE 登録で申し込みできますので、興味がある方は概要欄をチェックしてみてください。今日はそんな感じですね。最後まで見ていただきましてありがとうございました。